見にくい時もあるんですけど、そうだね。製品ですね、こういう箱に。で、これを貼り付けつができたと。できました。この部分に、よいしょ、はいはい。こういう感じで、全体的にはこういう感じで。光をね。じゃあ早速、CD を使った分光器を作っていきます。で、これが完成品ですね。こういう箱になって、中にこう CD が、取り付けられている状態です、はい。で、これを今から実際に作っていくということで、はい。で、ここに設計図がすでにありますと。これですね。うん、でこれコピーね、あ。コピーを取ってあって、うん、で、これを、まあ、こういう工作用紙の上に、こうやって、糊で貼りますと。型紙ね。あ、そうですね。どこに合わせなくてもいいわけね、一応。まあ、どうなの？別に、この、型紙を信じれば、別に。いいと。この大きさで切れば、できるんで。うん、別に、そのメモリ合わせなくても大丈夫。あ、わざわざ合わせなくて大丈夫です。うん、この大きさに切ればいいと。で、貼ったら、あとは、この型紙を、と一緒に、ハサミで切ると。うん。はい。よいしょ。これが、うん、右のね、を切ったんですけど、うん、これが、蓋になりますね。書いてあるんですけど、この上の部分、ね、になりますと。はい。ふーんって。まあ、これは、これで OK。はい。で、もう一個切ると。で、型紙さえ作っておけば、まあ、これを印刷して、数分でできると。そうですね。ただ貼り付けて切れば、うん、もうほぼ完成に。なるんで。書かなくていいってことだね。やっぱこの設計図書くっていうのが手間なんで、正直。うん、貼り付けて切るのは楽です。もういずれそれは PDF で、まあ、配布。ダウンロードして、そのまま出せるように。手に入れると。手に入れるようになると。そうですね。基本設計図になるからね、その細い系。が作った。はい。ぜひ使っていただいて。まあ。ね、今なら無料配布です。はい。あ、まあ、投資課金します。じゃあ、しかもキットで売りますみたいな。悪どいな。これ売り物にしたらいいんだけどな。労働したわけじゃない。対価だよね。当然、提供してる側なんだよ。OK。はい、これが本体と、うん、この2つができたと。できました、ね。はい、そしたら、あとはこれを箱にして CD を取り付けるんですけど、先に箱にした方がいいな。箱にするときは、まあ、どっちが内側でもいいんですけど、分かりやすいようにこの文字がある方を内側に今回しますね、まあ、これの留め方は人それぞれだと思うんですけど、まあ、こういう角の部分にこう縦にねテープをこうやって貼って、で、内側にこうやって折れば、まあ、多少綺麗かなって感じで、いい感じに箱ができると。これを四隅やります、全部。はい。で、まあ、箱になったと。そしたら、あとはここのね、ディスク貼り付けって書いてあるところにディスクを貼り付けるんですが、このね、CD、ハサミで切れるんですけど、これをだいたい8分の1にするんで、これ今4分の1くらいなんですけど、もう半分くらいに切ります、これ。よいしょ。はい、ハサミでこうやって切り落として、で、このままだとちょっと使いにくいので、この内側の透明の部分もここ切り落とします。はい、こういう感じでちょっと扇形っぽくなれば、あとは、ここのテープでいいんですけど、はい。ここの部分ですね。ディスク貼り付けの部分に、下の部分こうやってちょっと半分くらい貼って、ここのディスク貼り付けの部分に、はい、こういう感じで、うん、こういう感じで、ここのね、そのままテープを、うん、そのままテープを、うん、上にガイドが書いてあるから、その通りテープを貼る。半分くらい貼って、この置くだけで。うん、なるほど、固定できるんで、はい、でこんくらい斜めになればほぼ完成です。よっかかってる感じになる。あ、そうです。で、一応裏にもね、補強で、ね、一応外れるかもしれないんで、一応裏まで貼って、うん、
よく寄りかかってる状態、ね、はいはい、になると。でこれで下の部分まで本体が完成。であとは蓋を作ります。蓋の部分は光が入る部分と、あとこうやって目でね実際に見る覗き窓の部分が内側なんで、カッターで切り落とします。こういう角度に見えてくれる？そうそうそう。じゃあこれで今穴ができたんで、さっきの本体と同じように組み立てると。うん、こっち側に折りますね。うん。うん、まあさっきと同じで、うん、やっぱり見えない方に折るよりは見ながら折った方が楽だよね。ああ、そうです。うん、こっちはこれ見えるからさ、うん、覗けるから。うん、でこれ、うん、そうそう、全部、まあ折ると。うん、でさっきと同じように端をこうやって合わせて、うん、まあ、テープをね縦にこう。こういう風に貼って、で、こう内側に折り込むと、まあ、ちょっとこれ長かったんですけど、すると、まあ綺麗なカードになるねっていう、まあ、これを残り3つのカードやりますと。じゃあ蓋も完成したので、ここの覗き窓と、あとここのね、蓋の覗き窓が重なるようにかぶせます。よいしょ、テープが引っかかる。はい、これで完成。全体的にはこういう感じで、はい、であとはここのね実際覗いてみてね、観察すると、うん、じゃあ実際にね、観察するんですけど、まあ、外もね曇ってるけどね、うん、まあまあ十分日が出てるので、はい、この、光をね取り入れる入口口に、外のね光が当たるようにこう向けて、また覗くと、うん、コツは何かあるの？コツは、うん、ちょっとね角度が割と重要でして、うん、まあ、動かしてみればよく見える点があるんで、はい、ちょっと溶かしてもらって、あ、でもそうやって見れば、うん、そうだね、覗いた感じこうやって、でこう上下して虹が見えるね、赤とか、これちょっとカメラ近づけるね、こう光のスペクトラムが観察できるっていう、うん、あ、でもちゃんと3色くらい見える、赤、黄色、緑、水色、青、ギリギリ紫か見えるっていう。ちょっと明るすぎると見にくい時もあるんですけど、あ、見えてる見えてる、あ、十分見えます、ね、あ、連続的にスペクトルが観察できる、そうだね、あ、よく見えてるよ。でもこれは外で観察でも十分できると。うん、太陽光の方がなんか、うん、映像として撮るのは難しく見えるけども、実際にね、目をこう覗き窓で見るとちゃんと見えますよっていう感じでね、うん。よく見えてるよ。スタンドで固定して、覗いてみようと。そう。でね、覗き窓が狭いからどうしてもカメラだとピントがね影響を受けちゃうかもしれない。でもね、実際に目で近づけてみるとよく見えます。